どうも、おはこんばんちは、ウエストンキブラです。最終日になったんですけど、まあ、武器ガチャですね。排出率3倍ということで、引いていきたいと思います。今日の日付は8月30日ですね。では行きましょう。さあ、何十、何百連ぐらいになるのかな。さあ、行きましょう。もう長いんで全部スキップでいこうかな。最初だけね、まあ見ていこう。ゆっくり見ていきましょう。じゃあ次からはスキップですね。 SSR がどれだけ出るかですね。さあ引いております。天才ができました。素晴らしい成果ですね。皮膚剥がしですね。お乳ありがとうございます。では続いて3倍ですよね。3倍で今ようやく1枚1つですね。さあ3倍っていうのはどういうことなんでしょうかね。どんどん行きましょう。3倍ですよね。3倍、3000枚あったわけですからね。まあ1枚で終わることはないでしょう。どんどん行きまーす。ピックアップをやってこない。おっと、 R で行きましたね。さああと2500枚。500連できるっていうことですかね。さあどん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 ね、600連いっております。600連か。あー辛いな。当たってくれますように。もうね、100連が終わりましたからね。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果。ようやくまたね出てきました。おっと、これはどうでしょう。お願いします。はい、眼科潰しですね。奴隷さらしというものはあったんでしょうか。私はね、まだ一つも持ってないんですよね。さあ、そろそろ線が終わろうとしてるんですけど、ちょっと糸へやってきたのみで、さあ、ミドウェイのね、あれもいらないですよね。もう武器なんで。武器ガチャなんでね、どんどん引いていきましょう。実に苦々しいぐらいですね。お、天才が来ました。素晴らしい成果ですね。ようやく奴隷さらしが来ました。ありがとうございます。これは水ですね。で、かぶりがありと。さあ行きましょう。ようやく私にも奴隷さらしというものがね、手に入りました。なんかね、もう1年やっててようやくですからね、そこまでありがたみが感じないです。まあいい武器なのには間違いないんでしょうけどね。ここまで苦しめられますかねというのが正直な感想ですね。こういうのもある出るし、 N ばっかりは辛いでござる。本当にね、ヒャッホーイって当たらなかったですね。まあ、当然来て当たり前の武器だったんですけどね。おっと、いいのが来まし
ましたね。鬼滅彦が来ましたね。この天才に2つ昇格ですね。いやいやいや、せめて奴隷さらしが来てくださいよ。かぶりだったらあっという間に、300連終わってますね。300連が終わりました。だんだんとね、引きが良くなってきたかなっていう気はしますけど、よく出るな本当に。お、奴隷さらしが来ましたけど、あれ持ってたのっていう感じですけど、さあシンではニュートが出てませんでしたね。私持ってたんですね。素晴らしい成果ですね。いやいやいや、2種類持ってたんですね。知らなかった。まあね、でも知らなかったと言わせるぐらいにね、管理ができていなかったって思いますけどね。さあこれは違いますね。奴隷さらしじゃありません。今の武道大会でよく使われてる武器ですね。さあ行きましょう。さあ400連終わりました。さああと残りに向かって走っていきましょう。もうね、3倍の時以外は使えないですからね。もう素晴らしい成果ですね。どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。あ、こういうのはなくしてほしいですよね。絵のばっかりっていうのは最初だけで十分でごわす。さあ、いや、かぶりなら奴隷さらしが欲しかった。おっと、クマの装備も来ましたね。悪くはない。確率的には悪くはなくなってきますね。収束するんですかね、確率は。いや、そんなことはない。それだったら、今回のね、アニバーサリー記念のガチャはどうなってるんだという話ですね。収束はしてないですね。はい、奴隷さらし、いただきました。風ですね。ありがとうございます。それで、ようやく3種類ですね。3種類。割といい方になりましたかね、3種類だったら。うん、なかなかですね。満足とは言わないですけど、ようやく来てくれたのでそこに感謝するべきですかね。うん。さあ、あと、おっと、また来ました。ギザイ刻みですかね、と読むんですかね。ギザイ刻みがよく来ますね。そう、どうだ。皮膚剥がし。ミトエが活躍してますね。あと200、あと100連ですよ。天才やってまいりました。素晴らしい成果ですね。ギザイですね。ギザイばっかり来てますね。でもこれで色はコンプしたんですよね。最後ミッドウェイ当てみてプルプル震えました。ありがとうございます。ついでに天才来ました。素晴らしい成果ですね。そう、これも来ましたね。はい、ありがとうございます。最後は確率が収集したっていう感じですかね。まあ、3倍の時っていうのはこういう風になるっていうことが、お分かりいただけたんじゃないでしょうか。では最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、動画を、またの動画でね、別の動画でお会いいたしましょう。ろれつが回ってません。ではラサムダイ。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。